はい、こんにちは、やっとらチャンネルです。久しぶりにね、ヤギの花子ちゃんの登場です。だいぶね、暑くなってきてね、今年は梅雨明けも早かったってことでね、もうね、除草シーズン真っ只中ということでね、うちのね、この荒れ地の除草を頑張っておりますよもうね、高い草はね、基本この子がね、みんな食べちゃうのでね、もうこういう草ばっかりです。今年もね、この分だとね、草刈り機は入れなくても済みそうですよね。そしてね、最近これくれてみっかなと思ってね、くれてみてね、実はね、ヤギにとってはね、ステーキだったっていう葉っぱを見つけてしまってね、栄養満点、カルシウムもタンパク質も豊富、まあ人間にとっても素晴らしいというのをね、見つけたのでね、ちょっとそれ最後に紹介したいと思います。まあヤギ飼ってる人だったら知ってたんだと思うんだけどね、ケヅメリクガメ用にね、育ててたやつなのでね、後で紹介します。じゃあちょっと久しぶりにね、道草行きたいと思います。行こうか、花子。やっとらチャンネル。これね、パパね、意外とこのヤギがね、草をもちゃもちゃ食べてるのってね、なんかね、見てると癒されるんだよね。かと思うと急に走り出したりするからね。ちなみにね、ヤギの引く力はね、グレートデンに匹敵します。超大型犬とか大型犬の引っ張りにね、匹敵するのでね、ちょっと女の人とかね、子供ではちょっときついかもしれないよね。慣れてないよね。無理だ。でママきついよね、引っ張られたことで、うん、すごい短いとこ攻めてくる。やっぱね、このワカメっていうの、うん、こう柔らかいの好きだよねちょっともう伸びちゃったような敬遠するよね。まあ、ずっとここに放牧してたら食べるのかもしれないけど、アジサイは食うなよ。ヤギね、意外とね、毒草みたいなのを自分から食わないですね。うん、なんか木じゃ行ったり来たりと探しております。ヤギはこれやっぱ鼻が効くんだもんね。ちなみにね、こうひずめがある生き物ってさ、土の上だと言われたけど、コンクリートの上とかアスファルトの上だとさ、ちょっと苦手になるってしてた。あ、そうなの、ね、すごい勢いで走ってるけど滑りやすいのかな。土の上で引っ張られた方が多分ね、グリップが効くんだと思う。さあ、何かを探しておりますなかなかこんな方まで来ません。まあ、これを探してたわけではないとは思うんだけどねると思いきや食べないみたいな。まあ結構ね、もうその前に食べさせてたからね。すごい早いけど。うん、急に早い。早いけど。急に早い。もう帰りたがっちゃってますよ。道草にもならない。まずく家に帰るヤギ前から取りたいけど、速さについていけない帰りたがっておりますどうしたどうしたヤギが道草にもならない。ヤギが帰るまでの道中みたいになってまあそんな中ねよくね、ヤギ飼ってるとすごく質問される、一番質問されることは、この子ヤギの乳出て飲むんですかとか聞かれるんですけど、ヤギもそうですけど、一匹だとミルクは出ませんもちろんね、交尾して受精しないとね、人間もそうだけど、全てのほとんどの生き物はそうだけどね、赤ちゃんできないとミルクは出ないですよ。女の子のヤギ飼ってるからミルク出るとみんな思ってますけどね、そんな無条件では出ません、さすがに。でお腹がね、よく張ってるからさ、あ、もう赤ちゃんが入ってるんですかって言われるんですけど、草食の生き物はね、やっぱりこう反芻したりとか、中であの腸がね、何個もあってね、中でバクテリアに頑張ってもらったりとかで、どうしてもね、お腹がパンパンになったりとかするんですよね。でちょうどいい機会なので、先ほど言ってたヤギのステーキというのは、じゃじゃーん、桑の葉なんです。山桑です。これはね、
カルシウムもリンもタンパク質も豊富でカメレオンにと思ってね、鳥が落としたところから芽が出てね、これでいいかなと思って育てたら3年ぐらいでこんなもっさもさになってしまってね、もう勢いがいいですよ。決してね、若い子を育てるためにやってるわけではなくね、今となってもヤギのためとね、カメのためにねやっております。すごい好きですよあのヤギ飼ってね、くれたことない人もしあれだったらくれてみてください。めちゃめちゃ食います。小指より全然細いんだけど、このぐらいのね柔らかい茎だったらねペロッと食っちまいます。茶色くなっちゃったとこもよくむちゃむちゃやってるよね、うん、これはすごいですよ、まあ、とにかくよく食いますよ多分ねこれ放置してたらね丸坊主にね 2,3 日でされてるぐらい食いますよ。こんな感じで茎まで食っちまいます。面白いね。隣のクワに行きました今度は。いや、2本植えてあるんだけどね。さらにねもう2本追加したんですよ。ヤギが人気ってことで。いろいろなものを食わしておりますけど、ね。クワが一番好きだよね。うん、今のところ見てると。すごいよね。うん、自然の食い物で言うとね。丸裸にされちゃった。どうですか皆さん、ヤギが食べていると癒されませんじゃあ食べてるところから。久しぶりのヤギの花子ちゃんでした。癒された方コメントくださいね。じゃあまた他の動画も上げるのでチャンネル登録して待っててね。じゃあねじゃあねー。